青銅。青銅。青銅。A、普通、毒、ホ、ブロンズブロンズとは、銅 CU を主成分として、鈴 SN を含む合金である。合金とも言う。一般に言う青銅色は、サイドの低い緑色であるが、本来の青銅は、光沢ある金属で、その色は添加物の量によって様々である。例えば黄金色など。 添加する鈴の量が少なければ、日本の十円効果に見られるような純銅に近い、尺銅色、多くなると、次第に黄色味を増して、黄金色となり、ある一定量以上の添加では、白銀色となる。そのため、古代の銅鏡は、鈴の添加量の多い白銀色の青銅を素材とする、ものが多く、日本語の白銅の語も元来はその白銀色の青銅を指していた。 高度は、鈴の添加量が多いほど上がるが、それに伴って脆くもなるので、青銅器時代の青銅製の刀剣は、黄金色程度の色彩の青銅が多く使われている。また、中世、近世の銅鏡は、脆い白銀色の青銅ではなく強靭な尺銅色の青銅で鋳造し、水銀で磨いた上でアマルガムを生成させ、鏡面とする方法が主体になっている。しかし、 青銅は大気中で徐々に酸化されて表面に炭酸症を生じながら6症となる。そのため、年月を経た青銅器はくすんだ青緑色、つまり前日の青銅色になる。青銅色の中らもわかるように、青銅といえば緑色と思われがちである。しかし、本来の聖銅は前日の通り黄金色や白銀色の金属光沢を呈する。その見た目から、 古代において金銀に準じる金属として利用された面があると考えられる。例として、戦術のように銅鏡の反射面は白銀色に輝いていた上、弥生時代の国産鏡には鈴の含有量を下げて黄金色に鋳造し、太陽を模したのではないかと考えられるものがある。2014年現在では、制度性の芸術作品の多くは、 アンモニア塗布などの方法で酸化皮膜を形成して着色されることが多いが、コンスタンティン・ブランクー氏のように磨き上げて、黄金色の金属光沢の品仕上げをする芸術家もいる。一般に、精銅は採掘可能な量が少なく、硬さと強度では、フッテン高度はほぼ比例しているゆえに硬くない鉄に劣るものの、その一方で加工性に優れ、鉄より錆びにくい。 古代中国では、硬いが脆く天延性に劣る中鉄を悪金と呼ぶのに対し、加工性と耐久性と実用性のバランスに優れた聖銅を吉金、美金と称した。聖銅には、適度な天延性と鋳造に適した融点の低さや流動性があり、鉄が銅よりも安価かつ大量に供給されて普及する。以前には、最も広く利用されていた金属であった。 青銅器時代を参照。銅は柔らかくて、道具として使えないが、鈴を混合することで銅より硬くなり、研磨や圧延などの加工ができる。また木炭を使った原始的な炉で溶解できたので、古代には斧、剣、銅鐸などに広く使われた。紀元前3000年頃、初期のメソポタミア文明であるシュメール文明で発明された。イラン高原は、銅と鈴、 燃料の木材が豊富であった。また、多くの銅鉱石は鈴を同時に含むので自然に精度が得られた。この場合、産地によって鈴などの配合比が決まっているとともに、鈴と同時に添加されることの多い鉛の銅体の比率が産出鉱ごとに異なるので、分析によりその原産地を推定できる。より硬く、より安価な鉄の製造技術が確立すると、 多くの製造製品は、鉄製品にとって変わられ、製造機時代から、鉄器時代へと移行していった。また、貴金属製品としても、金や銀、その合金の方が主流となった。しかしながら、鉄より錆びにくいことから、一部製品には、鉄器時代以降も長く使われた。例えば建築物の屋根吹き板、あるいは銅像といった用途であり、特に大砲の材料としては19世紀頃まで、 用いられている。これは、大砲のような大型の製品を材質を均一に、鉄で鋳造する技術がなかったらであり、制銅を砲金と呼ぶのはこれに由来する。しかし、19世紀以降の製鉄技術の進歩によって、鉄製大砲へ移行することとなる。紀元前4世紀頃、鉄と共に、九州へ伝わった。制銅も鉄も最初は輸入されていた。紀元前一世紀頃、 国内での生産が始まった。ちなみに、鉄の国内での生産、製鉄は、紀元後5世紀頃だと推測されている。2世紀には、大型銅鐸が作られ、技術は、東アジアでも、かなり高い水準に達していた。いずれにせよ、日本の場合は、鉄と共に伝来し、実用の道具としては、鉄製品が主に用いられたため、製銅製品は、再機が中心であった。 戦国時代後期から江戸時代初期にかけて大砲の技術が伝来し、日本でも制度砲が製造されることとなる。西洋で制度砲から鉄製砲に移行した時期は、ちょうど鎖国が破られた時期に該当するため、制度砲は鎖国下の日本における技術の停滞の象徴的存在となった鉄製砲を製作するための反射炉が、開国による技術革新の象徴となった。 本来、聖堂は鈴を含む銅合金の意味であるが、これが銅合金として有名であるために、アルミニウム聖堂、マンガン聖堂、ニッケル聖堂、シルジン聖堂などでは、聖堂の語が鈴が含まれていることを示すというよりも、銅合金一般の代名詞として用いられている。このため、銅と鈴からなる通常の意味での聖堂を鈴聖堂と呼ぶこともある。 同様に今日ベリリウム銅と呼ばれている合金も当初はベリリウム製銅と呼ぶことがあった。なお、リン製銅は鈴を含んでおり、すなわち通常の意味での製銅にリンを加えた合金である。一方、近年開発された銅合金の場合は、シタン銅、ジルコニウム銅、クロム銅のように主要合金元素名に銅をつけて呼ぶようになっている。オリンピックの銅メダルも純銅ではなく、 英語で、ブロンズメダルと呼ばれるように、制度で作られている場合が多いが、同じ動詞体の合金でも、銀、亜鉛、ニッケルとの合金の場合もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。